伊発市庭園伊発市庭園は、滋賀県大津市片田の琵琶湖藩にある、日本庭園。園内にある書院、天然図賀亭から、天然図賀庭園とも呼ばれる。国指定の名称。書院書院琵琶湖の西岸に位置する片田は、古くから、古城交通の要衝であった。中世には、片田周雨と呼ばれる、自治組織がこの地を支配し、水上交通、漁業圏。 朝税などの古城特権を有していた。当地は、平安時代には、下賀模社の御繰り屋となっていたが、一書氏は、同社の久五人の系譜を引く、当地の旧家である。十二から十三世紀には、三党と呼ばれる遺発、小月、根の三屋の地侍が存在し、中世末期に至るまで当地に勢力を持っていたが、豊臣秀吉の時代になり、秀吉が、 古城の自由通行を認める交通政策を取ったことから、肩田州の勢力は一時衰退した。その後、元画年間になって、幕府へ請願の結果、伊発家には州運を取り仕切る権利が再び認められるようになり、船道合子と呼ばれるようになった。伊発家は茶人などの文化人との交流があった。今に残る伊発指定園と書院は、茶人。 藤村伊佐県によって作られたものである。妖県の天の元年頃の死、大一発しちゃ店が残ることから、庭園と書院はその頃までには作られていたことがわかる。策定には、妖県の門人で、片田の合子であった、北村祐康も関わっている。威発や住宅は、表通りの東側に面して立ち、敷地南側に母や北側には米蔵文庫像のほか 母屋から廊下でつながったスキア作りの書院があり、天然図画亭と称する。天然図画亭の命名は、大見八万の天大学総辞修による。この書院の北から東にかけて庭園が広がる。庭園には、延べ段を巡らし、松、木穀、筒子などを植栽し、東側は、琵琶湖の湖面と対岸の三上山などの山並みを、借景としている。母屋は、 後世の改造が著しく、書院も創建以来数度にわたり、改造を受けているが、修理時に、王子の形式に服している。書院は、入りも屋造りかやぶきに吹きの日差しをぐらし、北面から東表にかけて、幅5尺の広い円を設ける。北側に玄関を設け、その奥は、中の間、玄関の右手は、手前が三畳台の二間、奥が四畳半。 中の間の左が八畳の主座式で、手前座と路を設けた茶室でもある。主座式は、北面を床の間と、障子二枚、当面は全て障子とし、これらの障子を開け放つと、庭園の長望が開ける。南側には一畳の手前座が張り出し、路は、向かい切れ、逆勝手とする。天然座の中柱と東側の壁との間に低い、腰壁を設け、 結界としている点が珍しい趣向である。昭和56年6月11日に国の名称に指定された。ありがとうございます。